い、こんにちは。日本改革と靴沢です。郁夫様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮でございます。ありがとう頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。10月22日 NHK ネット聴取反対スクランブルデモ開催、来てねー。NHK 割増金制度のですね、重大な齟齬っていうか法的な問題を発見しましたんで、訴訟を起こすことにしました。弁護士先生に相談してですね、手付けが100万っていうことに、まずは100万ということらしいですね。これ総務省を相手に訴えるものなんですけれども、まあまあ今後その訴訟の話、進めていって、まあまあいよいよ訴訟ってなったらば記者会見でもやろうかな、なんて思っております。イスラエル状況続報。米国防総省情報部、イスラエルは病院を攻撃していない。米空軍情報部、死亡者は2、30人。イスラエルが病院をミサイルで攻撃し500人が死んだっていうのはデマ確定ですね。これで国連安保理緊急集会が開かれるぐらい世界が右往左往して、ハマスの支持者はさぞかし面白かったことでしょうな。自衛隊機希望者60名をイスラエルから隣国のヨルダンに輸送。イスラエルに残る日本人は約900人だそうであります。この人らは好きで残ってんだから自己責任でね、なんか怪我したり死んだりしても政府に文句言わないでよね。米国防総省、イエメンの反政府武装組織フーシが発射した巡航ミサイル3発と複数のドローンを航海に展開中の我が軍イージス艦が撃墜したと発表。最初の直接介入でしょうかね、米軍の巡航ミサイルでイスラエルを攻撃って、テロ組織っていうよりはもはや反乱軍の規模ないですか。だって普通のテロ組織巡航ミサイルなんか持ってないよね。日本ですら持ってねえのに、新型は、持ってるか。イスラエルに残っている日本人大丈夫ですかね。ある日突然巡航ミサイルで、市街がイスラエル市街が攻撃されてる、大丈夫ですかね。イスラエルを訪問したイギリススナク首相、イスラエルの反撃する権利を支持すると発言。イスラエル軍、レバノンに拠点を持つテロ組織ヒズボラと交戦中。ハマスに拘束されている人質は少なくとも203人以上と発表。すごい細かいとこまで判明してるね。してみっと、イスラエルはハマスとヒズボラとフーシと3面で戦ってるわけか。フーシは米軍任せで、いいのかもしれないですけど、ハマスに連れ去られた赤ちゃんや子供の情報提供呼びかけポスターを片っ端から破って回るペンシルバニア大図書館助手のマシュー・カーソン・ウラノビクスの映像がツイッター上で拡散。一見して中東系ですよ。ヒゲボーって生えしてね。これだから殺し合いが止まんないんだよね。そんなね、子供いなくなっちゃったっていう親の貼ったポスター破ってもらってひでえなーっていう。れいわ新選組、イスラエルはガザへの攻撃をやめろ。凱旋を開催してですね、周囲で踊り狂う支持者に一般人ドン引き。なんや知らんが楽しんでしょうね。テロリスト仲間が脚光を浴びててね、ガザの支配に成功したハマスは令和にとっては憧れの存在だもんなーって。こんな感じのところが今日のイスラエル続報でありました。講談社フラッシュ記事、総理は増税メガネってあだ名気にしてるようだが、2013年から今までの10年間で年収300万円世帯は 8.7 万円、これ実質税負担率っていうか、社会保障費、年金、国保、税金、8.7 万円、500万円世帯は 14.4 万円、700万円世帯は 17.8 万円の負担増になっとるで。10年間でこんだけ負担増、500万円世帯は1万円以上負担増になってんのか。これじゃあ将来に希望を持って子供産んでなんて言えますかっていうですね。世帯年収1000万円ちょっとの
接待、公立高校の子供がいる世帯はですね、高校無償化に所得制限が導入されて、年49万円の負担増になるそうであります。それを踏まえて、総理が花粉症対策を突然言い出したのは、来年4月から徴収が始まる森林環境税がの評判があまりにも悪かったため、突然花粉症対策で、言い出したっていう話。これを踏まえて、増税メガネ、期限付き所得税減税の検討を事項に指示。検討指示っていうワードが全く信じられないですけどね。なんか世論です。支持率やばいもんな。検討メガネ、期限付きじゃなくてずっと減税しろ。やったとしても間違いなく2年後ぐらいから選挙前のいつもの選挙後に大増税路線やろう。所得税減税するから消費税上げます。消費税は意地でも下げないクソメガネ。今や社会保険料の方が負担なんだよな。低所得者層はそうなんだって。試験です。検討指示、どうもこの言葉が引っかかるんですよ。私は結局はやらないんじゃないかな。そう疑われても仕方ないよね。だって増税メガネが減税なんかするわけないと。税率は減らすが、扶養控除その他を大幅になくしてですね、結局は増税ってことに落ち着くんじゃないかなーって疑ってます。低所得者層は実質税負担の8割が年金と国保なんですよ、実は。あんまり税金払ってないっていうのかな。200万円以下の非課税世帯の税負担の内容はですね、ほぼ消費税。なぜ所得税あんま払ってないから。ほぼ消費税。消費税いじってくれたのはよっぽどインパクトあるんですけど、経済的にも、社会的にも影響あるんですけど、そんなこと実行したらね、噴死する財務官僚が多数って、出るので、それもいいなぁなんて、思ってますけど、関西経済連合会、これ関西の方の経団連みたいな感じのですね、大企業の経営者がなんか集まってゴニョゴニョやってっていう、そういう組織。消費税を 15% にしろ、法人税は上げんなと政府に提言を提出。常影仁副会長、一時的に経済を下押す可能性があるが、社会保障の安定的な財源確保により、現役世代の社会保険料抑制や将来の不安払拭につながる。なんかね、へりくつこねて、その方が若い世代が将来に希望を持てるからって言ってますけど、何言ってんのこいつってですね。そんなね、税負担率増えて希望を持てるわけないじゃん。何言ってんだろ、この人。ばっかじゃながろか。世論です。すぐに 20% になる不安が生まれる。将来じゃなくて今を考えてください。うるせえ、まずはお前らが賃上げしろ。法人税増税と累進課税で金持ちから取ってる。法人税は上げるなってだけで、将来がどうとかはうぞっぱちじゃん。消費税が 5% になった時からデフレが始まったよね。死んでも賃上げしたくないって正直に言え。関西だけ消費税 15% にしてみれば、自殺すれば将来の不安がなくなるのとあんま変わらんと。財務省大変だ、福祉に金が足りない。実は消費税下げればですね、景気が良くなって税収総額は上がって金欠は解消されるっていうのは常識であります。なぜなら今まで消費税上がるたんびに税収総額が落ち込んだから。だったら逆に消費税率下げたら税収総額が上がって金欠は解消されるというのは常識。だが財務省のこの嘘を見抜けずにですね、金がないなら法人税じゃなくて消費税から取ってよって騙されてんのがこいつらですね。あと経団連も経済同友会も残らず騙されております。この論調、この程度の頭の悪い連中が日本経済を動かしているかと軽く絶望しますね。今後も財界はですね、法人税上げんな上げんなら消費税しろって言い続けるので、皆さんまたか、聞き流しを推奨します。今日の単身です。日本政府、コロナワクチン8900万人分を廃棄処分、買取価格は内緒。増税メガネ、ガソリンと電気代の補助金を3月まで延長すると発表。死んでもトリガー条項は発動させないっていう決意を感じる。故ジャニーさん、 NHK のみならずテレ朝の局内でもジャニってたことを被害者が証言。テレ朝、ちっとも知らんかった、もし事実としたら遺憾だわとコメント。松野官房長官記者会見で、東京新聞磯子、政府はなんでジャニー問題に直接関わってくれないの、
いやね、政府が動くなら、なんか動かぬ物証でも出してもらわんとね、今のところは、ジャニーされたっていう物証は、皆無でしょ、被害者の証言でしょ、なかったとは言いませんけど、こんなので政府が右往左往したらですね、自称慰安婦問題と一緒やんけ。いそこはそれ狙ってんのかなって。京都で生活保護者が、でも、たまにはうなぎ食いたいぞ、たまには旅行行きたいぞ、ということなんで、要するに、もっとよこせって言ってんのかな。主催は令和系だそうです。一般反応は、元気じゃ働けよ。あんたらがデモしてる時間、普通の人は働いてるんだよ。吉牛でうなぎぐらい食えんだろ、甘えんな。など、氷のように冷ややか。連合、次の春闘で 5% 以上の賃上げも目標に掲げると、23年は30年ぶりとなる高水準の賃上げを実現したが、物価高に負け、実質賃金は17ヶ月連続減少だった、賃上げしてもその分増税される、賃上げと増税メガネの戦い、単に生活に足りないからって言うこと聞いてくれて、賃上げするような経営者いないぞ、電気自動車台頭で賞賛なしと判断し、中国市場から撤退を決めた三菱自動車の株が爆上がり、電気自動車に中国共産党がですね、補助金の大盤振る舞い、科学的にかなわないっていうことらしいんですけど、これぞカントリーリスクだな。最近この補助金がですね、大幅に減額されて、電気自動車関連の会社が2800社以上倒産したって聞いたが、それは気のせいです中国の会社2800社以上が倒産したって、言ってましたけど、それは気のせいです。で、廃棄された、売られる前の倒産した会社の電気自動車のっぱらに放置されてんのも何千台も問題になってましたけれども、それも気のせいです。 NHK 受信料を一番払ってないのは沖縄県 48.4%。 これは徴収額とですね、テレビがあるであろう世帯が全部契約してくれて滞納せずに払ってくれた場合の見込み金額、と実際の徴収額が 48.4%、 半分以下ですね。 NHK を見てても沖縄県は未契約の世帯も多いし滞納も多いと推測します。2位は大阪 65.0%。 これもなんかわかる、ファンキー&フリーダムなとこが NHK に金払わないと、沖縄と大阪なんかファンキー&フリーダムって感じ。 Twitter 改め X だが、 X と呼ぶ人はほんの 9%、 7割は従来通りツイッターと呼んでいる模様。私もいつまでも国鉄って言ってるしね。なんで男が女におごらなくちゃいけないんだという考えを持つ男性は低所得者ほど増える傾向東洋経済調査で判明。生物学ですね。哺乳類のメスは無防備になる産後から授乳期に自分と子を守ってくれるオスに発情する。そうなんですよ。でもなんか犬のお父さんなんか全然子育て協力しねえけど、どうなんだろうな。おごる余裕のある男とおごる余裕がない、もしくは余裕があってもおごる気がない男のどちらがモテるかは明らかであります。お金だけじゃなくて筋肉も多少あった方がいいみたいであります。経済的な強さだけじゃなくて肉体的な強さも多少はあった方がいいみたいであります。2023年度1月から9月の観光状況、韓国人489万人、香港含む中国人307万人、台湾人297万人が観光客のトップ3。中国語喋ってる観光客いたらですね、まあ中国と台湾が同数ぐらいなんで、中国と台湾人が半々ってことになりますね。韓国人はノージャパンとかやってたはずなのに、なんで日本にばっか来んの、しかも人口の1割も。あそこ5000万人の国で500万人日本旅行に来てるって、どういうことなんだよ。日本人は韓国に1200万人も行かないよ。ストーカーされてるようで、気味悪いですね。何しに行くんだろうな。ゾッとしちゃうよな、本当にな。ということで、22日 NHK ネット聴取反対スクランブルデモ開催いたします。来てねー、よろしくお願いします。デトックスジャパン。